もう一つの不満がですね、標準でなぜターボが選べないの。一つだけ僕気になるのは、はい、やっぱね、デザインシンプル路線どうですか。カスタムの方がちょっとアクを取りすぎたんじゃないかと思ったりするんですけど、どうでした。じゃあ今までの初代2代目は、まあ、王者に行くための道で、今度は王者キープに出たという。ダメダメ、優しくしない。コージー TV がズケズケ聞く新型 NBOX 本当に進化してるのか、すごいうがった見方で聞いてもいいですけど、ね、はい、基本骨格そんなに変わってないじゃないですか、はい、2代目実は僕持っていたんですね。そうなんですか。よくできてるから、まあ、変える必要がなかったって言い方もできると思うんですけども、今回は割と抑えめで、本当にどこまで進化してるのかっていうのがあるんですけど、まずはダウンサイザーを意識した高速での快適性、はい、やっぱり、はい、ね、街中では不満ないんですよあんまり、はいはい、静かだし乗り心地いいし、はい、まあ、ステアリングのキレがね、 N ワゴンとかに比べて背が高い分もやっとしてるんですけど、はい、まあ、そこは我慢できるんですけど、高速がやっぱりちょっと不満で、はい、もうちょっとキレが良くなってたらいいなと思ってたんですけど、割とそこにじゃあ注目されたと、はい、走りで行くと、はい、まさに特にカスタムなんかは、はい、ノーマルも当然走り良くなってます、はいはい、ただカスタムもさらに良くなってます、はい、それはやっぱダウンサイザーが増えてる、今 NBOX 乗ってる人たちがやっぱり乗り換えたくなるような車じゃないといけないと思うので、はい、そういうのも含めてですね。ただね、基本的にはボディ骨格をあんまり変えてなかったりとか、はい、あとエンジンも基本的に変わってないじゃないですか、はい、あとマイルドハイブリッドとかつけてなくて、2代目があまりに大きく変わりすぎたじゃないですか贅沢だったんですよ。もう2代目がプラットも変えてエンジンもロングストロークにして燃費も上がってパワーも上がってみたいなところがあったじゃないですか。しかも配点もいっぱい入れたし、だから、まあ、今回はそれに比べると抑えめだ気はするけれども、まあ、じゃあしっかりやっていると。しっかりやってますとはいえ、けど、はい、そのボディ骨格を変えなかったとか、うん、エンジンを基本的に変えなかったっていうのはどういう判断ですか。やっぱりそれは、うん、セカンド現行がすごい熟成してるっていうところがまず一番大きいです。なるほど、うん、それを全て刷新なんかありえないよねって、はいはい、うん、現行でもユーザーが満足してるので、はい、るそこをいかにとにかく良くしていくかっていう観点で攻め込んでます。なるほど、まあ、足りないところを補って、はい、より完璧な NBOX を目指したみたいなところに注力した、はいはい、そうですね、王者であるけどさらなる王者をもう目指すということで、かゆいところに手が届くところも全て、なるほど、使い勝手含めて。じゃあ今までの初代2代目は、まあ、王者に行くための道で、今度は王者キープに出たという完成型でございます。完成型ですから、ちょっとうがった見方をするとね、今回は本当に旧型を超えたのかっていうところで、基本骨格とか変えてないところでちょっと不満を覚えたりするんですけど、実はどっちかっていうと、もう王者がより完璧になるための、今回ちょっとモデルチェンジ趣旨違いますね。よりもうすでにまあ人気があるので、まあ十分なところは基本的にはキープして、足りないところを補って、さらにライバルにないところも、あ、これはライバルにあるところは、ライバルについてるところはつけてさらにいいところは伸ばしみたいなところで、より円を丸くしたような、欠けていたところをいいところを伸ばしたっていう、割とじゃあ効率的なフルモデルチェンジという。そもそもね、プラットフォームって大抵2世代に1回しか買えないものじゃないですか、はいはいはい、それを2代目でフルモデルチェンジしちゃったから、みんな3代目に贅沢なものを求めてるんですけど、これが普通っては普通ですよ。そうです、そういう意味で言うとそうですね。だからそういう意味ではあれですね、 NBOX は1代目2代目にある種こう 120% ぐらいの全力投球をしすぎちゃったから、まあ、ちょっと3代目が物足りなく思っちゃったりするけども、作り手としては割と十分やってると。ただね、一つだけ僕気になるのは、はい、やっぱね、デザインシンプル路線どうですか。シンプルスッキリ路線っていうのは、ホンダフィットとかもそうなんですけども、ちょっと自分の理想をね、ホンダの理想を追い続けてんじゃないかみたいな。だからね、僕ね、ホンダね、2代目の魅力って、標準の方はスッキリで、カスタムの方はちょっとギラッとしててよかったのが、標準の方がさらにスッキリしたのはいいんですけど、カスタムの方がちょっとアクを取りすぎたんじゃないかと思ったりするんですけど、どうでしょうか。これからの時代はこれで。本当ですか、はい、それフィットとかステップワゴンと同じように、ちょっともうちょっとギラッとしたね、欲望があるおっさんに向けて、もっともっと強く押し出した方が良かったんじゃないかと思ったりするんですけど、いや、そこは我々はこれが
これからの時代に必要なデザインだと考えて。今回のそうそうもう一つの不満がですね、標準でなぜターボが選べないのか。それは実を言うと始まる、はい、一番最初にもう原稿をいろいろ調べて、はい、実を言うとあまり売れてないんですよ。実を言うとノーマルの本当ノーマルターボって売れそんな売れてないんですよ。けど私のですね YouTube やってる渡辺陽一郎さんはもうターボの方がおすすめだって彼は言うんですよ。価格が実質ね、うん、のターボかなんかでターボつけただけじゃなくて装備もアップしちゃってるから価格が上がったと上がりすぎだってユーザーは思うんだけど、実はその中身の装備アップを知らないからなんか値付けがもったいないみたいなことを、価格をね装備を変えなくてターボだけで純粋にやればプラス10万ぐらいで収まって、そういう設定をすれば標準でもターボが売れるんじゃないかみたいなことを言ってたんですけど、それどうですかね。そうですね、ちょっとそういう声も、はい、実は言うとやっぱりちらほら来てるので、はい、ちょっと参考にさせてもらいたいなって話です、はい、こんだけ人気モデルってフルモデルチェンジ難しいですよね、うん、いやこれ今までで結構相当ハードル高くないですか。そうですね、まあ、皆さんはそう思ってるんですけども、はい、我々開発チーム実を言うと結構 NBOX、はい、セカンドがいいだけに逆に守らなきゃいけないところたくさんあったんで、はいはい、変えちゃいけない、あれここも変えちゃいけないみたいなところ分かってくるともうやるべきポイントが実を言うと結構シンプルになってきたので、例えばフロントマスクなんかにもう今回全力、はい、X-Ray で結構、はいはいはい、はい、気合い入れて、なるほど、うん、やったりとか。え、じゃあ下手に変えすぎちゃうと良くない結果になりかねないみたいなところってあるんですか。例えばボディとか、例えばエンジンとかをもうちょっと改良するとか、もうあんまりいらないっておっしゃるんですけど、うん、あのマイルドハイブリッドみたいのをつけるとなんとなくユーザー心理としてはなんか良くなった感みたいのってあるんじゃないかなって、しかもまあプラスいくらか取れるじゃないですか。そういうのは逆にいらない、ない、それは、ま、マイルドハイブリッドバイカー上がってか、はい、上がりますね、お客さん燃費あんま変わんないですよ、燃費あんまり変わんない、変わんないです、まあ、あんまり大きなわけじゃないんですけど、言うほど変わんないですよ。そうなんですよ、はい、それ考えるとそこをやるべきじゃないっていうところですね。あー、あとじゃあそもそも NBOX なんでこんな売れてるんですかね。 NBOX 売れてる理由は実を言うとこれもさ、まあ、さっき、はい、話したのと一緒でセカンドのが、はいはい、王者、はい、なんで王者なのって調べていくと何かだけが特化してるわけじゃないです。あ、例えばパッケージもこれ優れてる、 そうです、ね、それから走り燃費も優れてる、あと、まあ、分かりやすいところで上質感がすごくやっぱり、まあ、リッターカー並みにあるっていうところがあるじゃないですか。そういう意味で我々こうちょっと六角形でレーダーチャートみたいにしたところ、実を言うと他社の平均より全てが上回ってるんですね。なるほど、これがやっぱり売れてる理由だよ、ね、つまり総合力っては呼んでるんだよ、総合力がいいからだよね、はい、だから総合力を崩しちゃいけないんだな、だから さっき何かを良くするために何かを削ったりしちゃうとダメで、はい、総合力の引き上げがこの王者、さらなる王者への道っていうのでやってます。じゃあさらにしかも変えたりすると当然価格アップもあったりするんで、はい、あとまああんまり価格上げてないじゃないですか実質ね。陽一さんよく確かに5万円アップぐらいじゃねえかみたいなことを言ってたような気がする。ノーマルが5万円アップぐらいで、そうそう、カスタムが2万5000円アップ、あ、そんなもん、3万弱で、はい、だからそのあたりも価格上昇を抑えたっていう意味では、あのそれもユーザーメリットにもなるじゃないですか。いや、そうです、お客さん視点ですると当然価格重要なので、なるほど、はい、じゃあそういう意味ではさっき言ったように要するに総合力が NBOX の一番の魅力なので、はい、何かを特化させるというよりも、はい、もう今回は底上げがメインであって、はい、まあ、言ってみれば、井上尚弥がですね、さらに足りない口がうまくなったみたいなという印象が、まあ、あんま喋ってまだよくわからないですけど完璧王者が、まあ、ほとんど井上尚弥って多分ないものないと思うんですけども、まあ、無理やり見つけて補ったみたいなところがあると大げさに言うと、けどね、一つだけじゃ不満というか、はい、ただね、これ NBOX 儲かってない説あるじゃないですか。よくご存じ。いや、これは結構一部聞くんですよ。僕ね、こんだけ売れてて儲かってないってありえないだろうと聞くけど、一部の人、まあ、割とだから利益がそんなに出てなくて、それを取りに行った面っていうのはあるんでしょうか。まあ、当然ありますが、まあそうですよね、当然でも、うん、それでバイク上げちゃったら意味ないので、うん、なるほど、はあ、バイク上げてお客、ね、台数が減ったりしても意味がないので、うん、そこは
いいバランスを狙って。確かにその通りですよね。いくら良くしてもその分価格が上がっちゃって売れなくなっちゃったりしたら、逆にユーザーメリットとしても落ちるってことになりますもんね。じゃあコストパフォーマンスも落とさずに総合力を上げるっていうのが今回の主眼だったみたいなところは、まあ、最終的にそうなってますね、はい。もう一つね忘れてたんですけど、インテリアなんですよ、はい。で僕旧型持っていて、確かにまずメーターなんですけども、はい、デジタルメーターがあのアナログになって、まあ、そこはあんまり違った、アナログメーターがデジタルになって、それは進化したんですけど、はい、視線移動はまあ小沢浩二的な体格では増えたんですよ、はい。もちろん女性にとっては全体的には、まあ、あのインパネが下がって視界良くなって、はい、四隅が見えるようになったと言うんですけど、はい、その視点移動っていうか、もうっていう観点でいくとですね、はい、実は言うと、はい、TFT にしてるしてますけども、はい、実はスピードメーター、はい、一番、はい、肝心のスピードメーターは一番上の見やすいところに大きい文字で、はいはい、なのでこう何注視しなくても、はい、大体なるほど、はい。まあ、そういった意味では両立している、はい、両立してます、はい。あと物入れなんですけど、はい、これはね、まあ、さっき聞いたんですよ、グローブボックスに結構スマホとかも入れて、しかもスマホが充電できるようにケーブルが通せるようになってるっていうんですけども、はい、現行のですね、あのでっかい助手席前にこう スマホをそれほど2つ置いて、ティッシュボックスを置いたりしちゃうわけですよ、はい。そのあたりはそこはですね、まず、はい、ティッシュボックスとかは生活感をなくすために実は隠したいっていう、はい、うん、やっぱりことがあります。でいろんなお客さんの写真を撮らせてもらったんですよ。 はい、その中であそこのトレーめっちゃぐちゃに散らかってる人もいて、私今ジャストそうなってます。そういうお客さんに対して、はい、とにかくグローブボックスはドンとこうお客さん、例えば、なるほど、あの友達に乗っけたいって言った時に、はい、バサッと入れられるものが欲しいのについて、ちっちゃい小物には確かに今までたくさんあったんですけれども、はいはい、何入れていいか分かんないっていう声も実はあって、今回そのカップホルダーの位置、座席のカップホルダーの位置とか、はいはい、それから先ほどのグローブボックスとか、はい、それからただトレーもやっぱり欲しいということで、助手席のあそこに、なるほど、コルク調トレーとかブラックのトレー。スマホはどっちかっていうとあれですか、中に入れろっていう感じですか。スマホではスマホはあそこのトレー側に、助手席の上にトレー、なるほど、それもできてできますし、こういうタブレットを持っている人が充電とかをそのなるほど、あの下にグローブボックスに入れて、グローブボックスの中に入れて充電できるようなケーブルを。ただグローブボックス、あれあの車検証とか入れちゃうとティッシュとか入らないんじゃないですか。そこが本当に入りますか。入ります。入ります。例えば車検証を入れて、はい、ティッシュとか入りますか。入ります。どういうふうに入る。これ実は言うと車検証は、はいはい、この分厚いのを、はい、ここにドンと入って、起こして入れるか、ここね、こうやって起こして入れる、ここ、はい、こういう状態、まあ、ある種立てるみたいな感じで、はいはい、でティッシュは、ティッシュはその上にさらにこういう形で入って、はい、開けたらそのままティッシュを取れ るこうやって前から、はい、こうやっとくと結局、はい、ティッシュを一回取って取らなきゃいけないんです、はい、なるほど、こうなってるんです、素早く取れると。あともう一つですね、はい、サーキュレーターっていうのは結構競合ついてるじゃないですか。そのあたり今回つけるのかなと思ったけど、 N ボックス新型つけてきませんでした、ね、はい、そのあたりはどういった判断ですか。これもともと、まあ、現行ままついてませんが、今のエアコン性能で、はい、まあ、十分で、そもそも根本的にやっぱりエアコン性能とか良くないと、ただ暖かい風がひたすら出てるだけで、冷たい風が全域に回る、リアシートを回るわけではない。あの時間が経てばそれはあれですけど、はい、根本的にジャイノボックスは、まあ、2代目というか初代からもなんでしょうけども、はい、ここのフロントのクーラーを強くしていて、しかも上に回してちゃんとリアに届くようにしてるから、うん、はい、いらないと。そういう意味でこのシートの形状とかもなるべくこう、実を言うと肩口、はい、まあ、これ視界にも効いてるんですけど、はい、後ろの後ろに風も行きやすいようになります。じゃあうちはマイルドハイブリッドもサーキュレーターもいらなくて十分な性能が稼げますよと、そういう自負のもとにこの判断があったと、はい、やっておりますけどね、僕もね実際問題して N の、今ターボ乗ったら思ったより以上に良くなってますね、はい、走りのスッキリ感とか乗り心地が、あ、足回り変えたんじゃないかっていうぐらいに、あとタイヤもインチアップしてちょっとシャープさ増したんじゃないかっていうぐらいに良くなってて、そこは結構ね、いや素晴らしいなと思ったんです。感じて、もうまさにうちらがやったところを感じていただけたので、いやいや、そう思いました本当に。でボディ剛性自体は基本的には上げてないそうですね。どっちかというとその、はい、側凸に対応してサイドシールとかを強化したけど、全体のボディ剛性はそんなに変えてなくて、はい、ただあれですよね、結構遮音材効いてますよね、あれ。はい、効いてます。そう、これがね、僕ね、まあ、もともと僕が持ってるのは一番安いホンダセンシングの G ホンダセンシング、はい、最も安いだったなもあるんですけど、はいはい、これターボのしかもカスタムですよね、あれね、はいはい、だから余計ですね、
静かさとかシャープさみたいなところを感じたんですけど、中でも聞いてるのはじゃあやっぱりこの辺が、そうですね、カーペットの、はい、遮音フィルム、つまり下から入ってくる音をまず、はい、まあ、蓋をするという言い方というかね、遮音する、はい、それから上は今度吸音という意味で、はいはい、やっぱりこの2つ、やっぱり面積を一番稼いでるこの2つの部品をやるとかなり効くっていうのはあったので、はいはい、そうだ、厳しいこと言うとですね、あとそう、フロントサスもそんなに大きく変わってないんですよね、はい、こうやって見ると構成変えてないです。でその EPS が効いたっていうのは、これはそうですね、高くフィードバックというシステムを今回入れてますので、うん、いわゆる予測で、はい、予測でやってたのをもう正確な信号を取り込むことで制御してるっていう、ここは大きいですね。 なので高速の進路変更とかスムーズにスッといけたのは、はい、うん、まあ、ここが、あそこが効いてるんですね、うん、まあ、あと横揺れ しづらいとかいくと、はい、とか、はい、まっすぐ走るっていうところでいくと、はい、塔の適正化ですね、はい、そういうところを入れてくる。じゃあ基本性能はじゃあ基本的に足りないところを補って、さらなる上質化っていうか、さらにこう丸みをいろんな意味でバランス取ったっていうのもそうなんですけど、プラストップみたいのは安全性で割と入れてますよね。安全性も入ってます、はい、でなんかシートベルトがまずあれですか、フリテンションなんか、フロントドライバー席が、はい、ドライバー席は、はい、通常プリテンショナーって一つなんですけど、はい、アウターラップって言って外も引き込みを入れて、はい、よりダブルで引く、そうですよね、はい、今まではどっちかというとこのクロス の、はい、あのお腹を斜めに渡るベルトが引き込むんですけど、はい、腰も引き込むようになったとか、はい、でリア席は今までプリテンショナーついてなかったのが、はい、リア席はプリテンショナーを今回入れて、なるほど、はい、あともう一つホンダセンシングが2つ機能追加したっていうのと、はい、あとあれですか、カメラ一応新しくなったんですね。これは普通車が適用しているやつを入れて、そうか、はい、フィットとかに投入している広角系のカメラを入れて、はい、そうですね、広角なので、はい、横から その人とか自転車も含めてセンシングを早く、あ、ね、高速で試すの忘れましたけど、はい、確かに私が持っているボックスだとアクションをポンポンとメインを2つ押して、しかもセットで3アクションじゃないですか、それがワンアクションになったんですよね。ワンアクションで、あともう一つ、はい、ソナーとの統合制御みたいなの入ったみたいなこと、さっきちらっと言われてたんです。それはどれですか。フロントに今回4、まあリアはもともとあるんですけど、はいはい、この8センサーで、まあ、計測のブレーキまでかけるという、はい、うん、でももちろんこのフロントのワンカメラで、はい、いわゆる被害軽減ブレーキとか、まあ、ACC の制御をしてたと思うんですけども、でリアに4つのセンサーっていうのは今までもついていた、ついてる、でフロントに4つのセンサーをつけて、しかもその近距離のブレーキを、近距離のブレーキ今までは抑制までしかしないんですね。あ、抑制、つまりブレーキまでかけてなかったら、はい、今回ブレーキまでかけて、いわゆるコンビニに突っ込まないとか、はい、ああいう、そう、あともう一つ、アクセル踏み込みのみの制御っていうのは、あれはどういうのですか。急アクセル抑制っていうのは N ワゴンから実を入れてまして、はいはいはい、あれはあの障害物があるないと関係なく、アクセルの踏み込み量、うん、それから速度で、うん、はい、急アクセルだって間違って踏んだって予測した時に、はい、はい、いわゆる速度が出ないように制御をする。 N ワゴンから我々は入れてて、他社と比べるとどうなんですか。トヨタさんとかも入れて、あ、ただ K には入ってない、K で入れたのは鈴木ダイハツはまだ入ってないかな。なるほど、これからかもしれない。なるほど、はいはい、パワースライド予約度、はい、この辺りは割と他社に入ってて、ホンダに入ってなかったので、まあ入れようぜ。なるほど、はい、これはもう逆に、まあ、はい、負けてるところは当然、なるほど、入れてお客さんに、ね、なるほど、はい、で、あともう一つ、この辺が微妙に分かんなかったんですけど、はい、テールゲートの操作部の機能を集約したと。これが北セット、これが2台目、これが車両センターで、はい、ホンダのマーク、はい、ここが、はい、ちょっと右側にあって、パッと真ん中に手を入れて、あれ、開かないと思って右にするっていうお客さんが多かったので、今回はセンターに持ってみてます。はい、なるほど、はい、で、これと、はい、テールゲートのハンドルの位置を、はい、少しでも下げて、どうしてもはい、テールゲートを開ける際に自分に当たっちゃうんですね、はい、実を言うと。ああ、そうか、はい、そこが一番の、何センチでしたっけ、下げたこの位置が、この位置が今までこの辺にあったんです。なるほど、そうすると開けるときにここが顎にゴンって、そうか、ここの差によって、はい、あの手との、はい、あの距離が変わるので、ガンときた、はい、分かりました、
もう一つね、はい、2代目オーナーとしては、はい、あのスターターのスイッチの位置がここにあって間違ってパワーいろんなパワースライドドアのスイッチを押しちゃったりするんですよ、はいはい、あれが一番嫌だったんですけど今回よくしてますよそれを左側に左の上にですよね。あの辺はねカップホルダーの位置、はい、プッシュスタートの位置とか、はい、収納のあれでインパネまで全て、はい、お客さんの声なるほど拾いながら見直したポイントです。伊佐山さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼なことばっかり聞いちゃいましたけど、あの後でまた思いついたらまた行きますので。